低いっすね、フロント。
はい、それではね、フルトレーラーのちょっと横にね、体験乗車をさせていただいております。よろしくお願いします。あ、お願いします。これ左折右折どっちが難しいんですか、フルトレーラー。やはり左折ですよね。あの左のタイヤはミラーでしか確認できない。あ、なるほど。長いな、本当に。長いですね。これ運転できないな、これは。これあのドリルのタイヤがあそこにあるから、もうほとんど単車と同じところを通ってきます、はい、あのよく中に入ってもタイヤ1本2本分まで、はい、それ以上は入らないです。あ、入らないですね、はい、そういうのがやっぱあらかじめやっぱり分かってれば、インターネよりこんなとこ行けるんかなっていうところは結構行けますね。行けます。あ、これも左、こういうとこ怖いですけどね。要は単車で、要は四軸転車で曲がれるタイヤ 2,3 本分ぐらいあればいけるような感覚なんですか。そうですね。あ、ちょっと四軸転車単体よりもちょっと前に出た感じで普通に切っていくと。なるほどね。でもそんなにね、前に突っ込む必要全くないんですよ、ね、あ、本当だ。後ろ見てもらうとタイヤが線の外側にいますよ、はい、そうですね。やはり全身はあの巻き込みだけ気をつけていけば、はい、巻き込みがねやっぱり怖いですよね、トレーラーだと。死角が多いから。これやっぱ排気とかも段数多いんですか、普通の転車より。いや、一緒ですね。一緒なんですね。やはり全身で気を使うのは交差点の右左折がやっぱりほとんどですね、はい、あとはまあ安全確認はあの通常の単車と同じように安全確認してます、はいはい。まあ、交差点が一番重要ですよね。そうですよね、交差点だけ。やはり1台の車はこれだけが曲がりきるんじゃなくて、その後ろに10輪の車も曲がってきますよと、はいはい、やはり曲がりきっちゃうまでは手を離さない、再確認っていうのがやっぱり必要です。これ今空車ですか。あ、これ空車です。これがバックです。はい、これが左右、これトレーラーも左右ですか。そうですね、トレーラーも。結構これ左車線が狭いですね。大回りにはなるけど、そうですね、ちょっとまあ大回りはしましたけども、これはすごいわ。ここもじゃあやっぱり許可取ってるわけですね、この通りも全部。道幅狭いですね。